お世話になります、ひとりでございます。鎧のことの時もやったんですが、今回はバッチ0個で冠雪原に行けるのか、そしてその先はどうなるのか検証していきたいと思います。これで OK を押しまして、冠雪原の行き方っていう感じで出ましたね。冠パスを手に入れましたってなるんで、多分行けそうな気がしますね。これこのやつはですね、冠パスを手に入れたってなってますが、はいはい、まあ、このメニュー画面見ていただいて分かる通り、もうリーグカードすら存在してないレベルなんですね。ただ他の企画で使ったんで、今鎧島にいるんですが、バッチは0個の状態です。この状態で冠雪原行けるかやっていきたいと思います。でまだ自転車もないので歩きで行かなきゃいけないっていう状況ですね。はい、駅に着きましたと。ブラッシータウン駅に戻って、はい、ブラッシータウン駅に着きまして、ここで話しかけていきましょう。冠雪原にも行くことができますね。あ、できんの普通に。はい、普通に行けましたね。え、行くことはできんだ。え、じゃあバドレックスまた量産し放題じゃね。行けちゃいましたねあ、普通にここもアップデートしてくれましたね。はい、肝心なのはここのピオニー戦ですよ。初ピオニー、果たしてどうなるか。ちょっと卑猥な響きですけど、じゃあ親父の相手よろしくねって普通に始まんのかい。どうなんだろう相手のレベル、果たして何レベか。大王道来ました。え、70レベマジかそれはいかついわ。え、でも私ちゃんとエース版100レベに育てておきましたので、火炎ボールでぶっ潰し、うわ、冠雪原はえげつねえな、マジか。ひゃー、そらすげえわ。ボスゴドラも70レベルですからね、普通に倒せた。いや普通に強えんだけど。いや、つうかさ、これむしろレンタルパーティーで戦えんのありがたくねえか。これ本来だったらレベル的にきついわけですからね、めっちゃありがたい仕様じゃないですか。ですから最初にブラッシータウン駅まで行って、それで冠パスすぐ手に入れて、すぐ行けば協力プレイも簡単にできるってわけですね。別ロムも含めて。あ、水タイプやっぱスイ君か。あ、で相手の攻撃もちゃんと入るんで、全然余裕で行けるわけですね。普通のここのダイマックスアドベンチャーももう塩焼くたどり着きましたね。よっしゃ、普通に来れちゃいました。え、じゃあこれ待って、スイ君量産できんじゃん普通に。これダクマと同じような感じでスイ君超たくさん楽に稼げるわけですね。うわ、負けたわ、普通に死んじゃった。いやでもこれは別に私のせいですね。うわ最悪。いやつうかちょっと待って、これ普通に、じゃあレベル65のポケモンも普通に簡単に手に入るってことじゃん別に。あ、これ普通に先に進んじゃうんだ、スイ君ゲットせず。マジか、それがまず意外だったわ。まあでもこれちゃんと勝てば量産できますからね。はい、フリーズ村にも普通に来れますと。はい、バドレックスさんも登場と。ありがとう、序盤でお疲れさん。いや勝負もできんかい普通に。はい、100レベルの火炎ボールで一発。いや、バッチゼロ個でもちゃんと行ったこいつ。おい、お前バッチゼロ個で行くなよちゃんと行くなよ、何を言っとんねん。そんな序盤で行ったら辛いだろ。つかこれやばくね、マックス鉱石8個と人参の種交換したい可能だから、負けちゃったらマックス鉱石足りねえんだ。うわ、もう一回やらないといけねえんだ、これだり。思わぬ盲点だった。まあ今回の検証には関係ないんだけどね。またダイマックスアドベンチャーやんないと。うわ最悪、またギリギリで負けた。なんで、あと一歩だったのに。うわ足りねえし、マックス鉱石。いやもう一回やんないといけないの、めんどくせえ。散々伝説量産できるとか言いながらもう全部ギリギリで負けてるっていうね。いやもうきついわ、一回も勝ててねえわ。でもこれでようやくマックス鉱石足りるかな、ようやく交換できる。めっちゃ時間かかったわここ。はい、例の踊りもちゃんと見れますマジか。黒い人参ゲット。はい、ちゃんと馬も現れる序盤でもちゃんと目が点になってる。はい、バクロースで勝負だね。はい、倒した一発。はい、絆の手綱ゲットした。はい、ここに到着と。つうかこの動画ただのダイジェスト動画みたいになっちゃうわ、普通に進められるから。あー、ここで、え、ここでゲットできないんだ、マジか。普通にいけるかと思ったら、待って待って待って、バドレックスの本来の力に気圧されてまともにボールが逃げれない。マジか、チャンピオンになるくらい強くなって出直そう。え、ここで終わるんだ、マジ。え、なになになに、え、無理だな無理だな無理だな。うわマジか、これ意外な結果だわ。途中までいけんのにこっからは無理なんだ。っていうことはだよ、レジ系もゲットできないし他のやつらもゲットできないね。そしたらじゃあ鎧のことと全然違うんだ。だからやっぱレベル上がってたってのはそういうことなんだ。普通のレベルで行ったとしても最初のピオニーさえ倒せればレンタルポケモンでダイマックスアドベンチャーできるじゃないですか。だからそこで伝説ゲットして、それでもう一回普通の本編行けばもう超無双できますねこれ。
これやばそうっすね。それはで、あと一つ気になってたんですが、ここのね足跡もないですね。まだだからビリジオンとかはこっちに来てないってことなんだ。まあどうせこいつを見つけたとしても結局、まあ、レベル的にゲットできないんでね、普通に。ですから意味ないんですが、まあそんな感じです。まあなのでバドレックスとかもね、言ってみればまあ固定シンボルみたいなもんなんで、バッチゼロ個の状態じゃねゲットできないのは当然なのかもしれませんね。やっぱ冠の雪原は若干無理なこともあるみたいですね。テロリストじゃ